てーででってってでーてーででってってでー。はい、こんにちは、ゆきおのガングレビューです。今回はモデロイド魔導キンググランゾート2体目の魔導キングウィンザートのプラモ、こちらを組み立てていきたいと思います。それとウィンザートによく合うこちらモデロイドウィンドエフェクト、こちらも一緒に作っていきたいと思います。はい、前回作ったこちらのグランゾート、こちらの方も動画上げておりますので、よかったらそちらの方も合わせてご覧ください。はい、まずはウィンザードのパッケージから見ていきましょう。正面の絵がまたかっこいいね。これが一発必中シュトゥルムカイザーを放ってるところになります。おお、この辺にウィンドエフェクトっぽいものがありますね。さあ、そして側面は魔法陣ですね。天面、さらに底で裏面、光入れよ何時ウィンザート。裏面のフォーマットはグランゾートと同じですね。フェイスモードの顔はグランゾートのヒゲ面と比べるとこちらはイケメンですね。はい、そしてポーズ集など、風の神が怒る弓シュトゥルムカイザーは片手持ち以外にも専用の手首パーツで矢をつがえるポージングも可能。まあ、これは必須ですよね。そして3体並び立ちとそれぞれアクションポーズが載っております。そしてウィンドエフェクトパーツ、こちらも別にウィンザート専用というわけじゃなくて汎用ですね。いろんなモデルに使えると思います。全体はこんな感じになっております。さあ、では早速開封して組み立てていきましょう。はい、内容物一覧です。ランナー A、B、C、D、E、F、G、H。 A ランナーのマスクパーツのところに塗装がありますね。そして胸のフェイスパーツの目のところ、さらに細かいですが G ランナーの赤、これ額の部分の赤ですね、塗装されております。そしてそれぞれ C、D、E、H ランナーが2枚ずつあります。さらにランナー I、J、K、L、M、N とシール、シールは少ないですね、2つのみです。そして M、N ランナーはクリアパーツです。そして紙類、まずは説明書、表紙を開くと、はい、完成見本と部品一覧表が載っております。そして頭から組み立て開始、ボディ、腕、足の順に組み立てていきます。そしてこちらは変形の説明書です。はい、表と裏。ウィンドエフェクトのランナーは A ランナーと B ランナーがそれぞれ3つずつ入っております。はい、今日はちょっとした雑談というか小ネタなんですけど、グランゾートの動画でもコメントでいただいたんですが、グランゾートの、ね、アニメの歌詞、オープニングの歌詞ですね、一部おかしいとかありますよね。はい、冒頭のね、燃えろファイヤー胸の塊よのところですね。いや、胸の塊ってなんだよって、誰もが思うのが塊じゃなくて胸の高まりなんじゃないのって。そうすると1個前の歌詞ともつながりますよね。燃えろファイヤー胸の高まりやったら炎が燃えたぎっていう感じが出るじゃないですか。燃えろファイヤー胸の塊ってまあかなりね、これ昔から言われてるんですけど、まあ最初は誤植やったんやろうなという話ですけど、なんか後々ね、アニメ雑誌で、いや塊で合ってるんです、あれはいろいろな思いを内包した末にできた塊がうんちゃらとか、なんかそんな感じのことを言ったらしいんでね、いやそれは後付けの言い訳でしょうということでね、まあ公式ではそんな感じでもともと塊ですよみたいなこと言ってるんですけど、違うでしょってどう考えても高まりの誤植でしょっていうのがありますよね。でグランソートとは関係ないんですけどね、かなり同じような状況にあるのがね、ダグオンの歌詞なんですよ。ダグオンの歌詞の2番で、打撃の夜も涙の朝もっていうところがあるんですけど、打撃の夜ってなんやねんっていう話ですよね。いや嘆きの夜でしょって、多分ね同じような間違いだと思うんですよね。それもまあもう今となってはね、どちらも胸の塊と打撃の夜で通ってしまってるんで、それが一般的になってますけど、2つともどう考えても誤植ですよねという話です。はい、それではウィンザート完成しましたので、ぐるりと一周見ていきましょう。ぐるっと全体はこんな感じになっております。では近くで見ていきましょう。まずは足回りからです。グランゾート同様にプラによる成形色の色分けでアニメ再現度がかなり高いですね。
はい。そしてこの風のような模様ですね、いかにも風の魔導キングという感じになっているところが、ウィンザートのすごいところですね。風を表現するってなかなか難しいと思うんですけどね、はい、こういうところにも至るところにね、風のような渦巻き状の文様が入っております。はい。そして胸の部分ですね、メタリックになっているところ、ここ中にメタリックシールが貼ってあります。その上からクリアレッドのパーツが重ねられております。そして背中で正面、この肩のレリーフ状の模様もいいですね。ここも風のような感じの模様になっていて、さらにプラによる成形色の色分けでね、緑の部分と白の部分と別パーツになっております。シールとか印刷とかじゃなくてね、別パーツではめ込むことによってかなり立体的なレリーフ状になっているので、ここは豪華感が出てますよね。はい。そして塗装されている部分、今ちょっと見えないんですけど、フェイスモードの目の部分ですね、あとはロボットモードの、顔のフェイス部分、そしてその真ん中の赤の部分ですね、この辺が塗装になっております。それ以外の部分はプラによる成形色の色分けです。こちらもね、グランゾートのガンダム顔とはまた違う独特な感じになってますよね。ガスの雰囲気には似合わず、こちらちょっと女性的なイメージも感じ取れますよね。オプションパーツは台座、交換用手首にシュツルムカイザー一式。交換用手首に関してはグランゾートに入っていたものと同じものになっております。ただしシュツルムカイザーを射る時のこちらの2本指ですね、これだけ新規造形になっております。ちなみに矢尾の部分はこのように、あ、これじゃないここじゃなくてね、手持ちの部分で外すことができるようになっております。そして弓の部分ですね、はい、こちらね、独自にシール貼っております。本当はね、黄色一色なんですけど、設定画ではここシール貼ってる部分が白なのでね、独自にシールを貼りました。何のシールかというとね、このシールの余った部分です。ウィンザートのシールのね、はい。で、可動部分ですよね、持ち手の部分、これ持たすときにね、このように開いて、そして拳に持たせる、で閉じるというふうなギミックがあります。全体はこんな感じになっております。そして別売りのウィンドエフェクト、それぞれ組み立てるとこのようなウィンドエフェクトパーツが3つ出来上がるようになっております。でグラゾートの時と同じようにね、真ん中に魔法陣を置けば、その周りをこのように風がなびいてるような感じにね、取ることができるようになっております。で箱を開けるまで気づかなかったんですけど、実はこのエフェクトパーツ、先端の部分以外はね、下の部分ですね、単なる色違いだったんですよね。これ気づかなかったな。なるほど、うまく作ってるよな。ということは下の部分は水、風、火、全部同じ形でどれも違和感ないような造形に仕上がってるってことですよね。確かにこれは赤で見たら炎だし、これで見たら風だなっていう気はしますね。さあ、こうなってくるとね、水も楽しみだな。ウェーブエフェクトも早く組み立てくなってきた。こんな感じで組み合わせても面白いですよね。そうなってくるとほんといろんなロボに使えそうです。では可動範囲を見ていきましょう。頭部はボールジョイント接続で自由に動かすことができます。ただ顎を引くのはちょっと苦手かな。これ以上下には降りないですね。そして肩アーマー、今わざと外側に出しております。クランク状の部品が入っておりまして、外側に逃がすとこれぐらい差が出ますね。折りたたむとこのようになります。で肩関節自体は本体側の方でボールジョイントでつながっています。自由に動かすことができます。回転も可能。そして横方向へのスイング、肩アーマーとの兼ね合いで、まあこれぐらいかな。はい、まあ十分ですね。そしてロール軸、上腕でロールします。で肘は単関節で結構曲がりますね、これぐらい。そして拳はボールジョイント接続で自由に動きます。ただグランゾートの時と違ってガワラ曲げはできないですね。腕のアーマーを外側に出した時はね、腕はこちら側にしか曲げることができません。どうしてもね、こっち側に曲げたい時は腕のアーマーは後ろ側に来るようになってしまいます。はい。そしてボディはまずサイドアーマーですね。サイドアーマーがこのように跳ね上げ式になっております。で腰ブロック自体は回転軸ですね、これぐらい範囲的には。で足の回転じゃない、足の可動範囲、前、そして後ろ、開脚はちょっと苦手かな。最大でこれぐらいですね。でロール軸はないです。ロール軸の代わりに、ボールジョイントの遊び部分ですね、でこれぐらい動きます。そして膝は
最大でこれぐらいですね。で、足首、足首は付け根の部分がボールジョイント接続で自由に動きます。そして接地角はボールジョイントの下にもう一つジョイント、ジョイントじゃなくて関節があって、これぐらいの範囲ですね。はい、では早速フェイスモードに変形させていきましょう。そして戻し変形が終わった後にポーズ集をやっていきます。まずは足をまっすぐ下に揃えます。足首もまっすぐ、はい。そしたら股関節パーツを下に引き伸ばします。そして胸パーツを上に引っ張ります。カチッと音がするまでですね、はい。そしたらエンブレムパーツを上方向に持ち上げて顔を隠します。さあ、そしたらね、足いきましょうか。つま先パーツを寝かせて、まあこれ後でもいいんですけどね。そして合体ジョイント、合体ジョイント、うん、変形用ジョイントですね。足の裏から引き出します。これですね。そして二重関節の膝パーツの上の方で曲げます。さらに股関節、ちょっと腕邪魔だな、股関節パーツの後ろの黒い部分ですね、ここを斜め後ろに動かします。こうですね。あとは太ももを動かして足の裏のパーツを背中の穴に合体させます。この合体ジョイントがね、グランゾートほどカッチリとはまんないね。ちょっとブカブカっていうかな、穴が浅いんかな、うん、カチッって感じではまる感じではないですね。場所合わせって感じですね、はい。さあ、そしたら肩のレリーフパーツですね、どっち行こう、うん、さっき肩寝かせるか、こうですね。肩を寝かせてレリーフパーツを横方向に上げます。そして肩アーマーも上げる。で、この胸のパーツと肩アーマーを合わせるように持っていきます。こうですね、はい。反対側も同様ですね。肩アーマーを動かしてレリーフパーツを動かす。あとは肩アーマーをボディに合わせる、はい。そしてサイドアーマー、サイドアーマーを顎のラインに合わせて上に上げます。そしたら腕パーツを、結構ね関節が硬いんでね、よっと持っていきますね、はい。各関節全部硬いです。まあ硬いことはね、いいことですよ。腕を顔の方に持ってきて、そして腕のアーマーをまっすぐにします。ちょっと上に上げる感じかな、うん、腕の方に密着させるようにします。左右で見るとこういう感じですね。反対側も腕に密着させると、あとはちょっと歪んでる部分とかね調整して、完成じゃない、肩アーマー下に下げて完成です。ちょっとグだった。てーででってってでーってーででってってでー、はい。それではフェイスモード完成しましたので、ぐるっと一周見ていきましょう。ぐるりとウィンズアートのフェイスモードは全体こんな感じになっております。はい、こちらのモードもなかなかの再現度となっております。そして今回も台座がいい味出してますね、はい。魔法陣の形になってます。ウィンザートは空中から召喚されるので、魔法陣は本当なら頭上にあるんですが、家でディスプレイするなら、うん、エフェクトパーツを使って、これは迫力満点ですね。では戻し変形をしていきましょう。まずは腕パーツを外側へ開きます。アニメの手順とは違うんですけど、こうしないとね足の変形に干渉するんで。そして足のロックを外して下に下ろします。この時股関節パーツの黒い部分ですね、これがまっすぐになります、はい。そしたら足自体も下に下ろします。そしてつま先を前へ、で合体ジョイントは畳む、前、畳む。そしたら、サイドアーマーか、フロントじゃなくてサイドアーマーを開きます。サイドアーマーを開いて、そして下に下ろす。反対側も同様ですね。サイドアーマーを開いて下に下ろす。そしたら股関節ブロックをボディに収納します。カチッと音が鳴るまでね縮めます。聞こえたかな、うん、ちょっと聞こえたかどうか分かんないですけどね、まあそういうことですね、はい。そしたら胸パーツを下に下ろして目を隠します。こうですね、
そして肩アーマーは、このままの状態で腕だけ下に下ろします。よっと、こうですね、うん。そしてレリーフ部分を横へ、ここ結構ね渋みがあって硬いです。はい、そしたら腕のアーマーは、まあ、こんな感じかな。角度調整ですね。拳が見えるようにします。反対側も同様ですね。肩アーマーはそのまま腕だけ下ろす。でレリーフ部分を外側へ寝かせる。硬い、はい、まあ硬いことはねいいことですよ。調整して、そして腕のアーマーを外側へ開くと。はい、あとは胸のエンブレム部分ですね。ここを下に畳んで、はい、ウィンズアウト完成です。ポーズをつけるとこんな感じになります。大きさはエントリーグレード144分の1、ガンダムやペットボトルと比べるとこれぐらいです。グランゾートとウィンズアートを並べるとこんな感じになります。というわけで今回の動画は魔導キンクグランゾートのモデロイドウィンズアートのレビューでしたが、いかがだったでしょうか。いや、こちらもグランゾートに負けず劣らずの素晴らしい出来でした。まあ長所などはねグランゾートの時にお話ししたのでもうあんまり言うことはないんですが、ほぼほぼ満点の品だと思うんですけど、一つだけ気になったところはフェイスモードにする時の足の裏と背中の固定ジョイントがねちょっと浅くて緩いかなと思ったところですね。それのせいでフェイスモードになった時にね、足の固定位置がこの絵で合ってるのかなとちょっと考えるところがありましたね。まあでもそれぐらいですね、うん。あとはね今回もウィンドウエフェクトとの相性がもう抜群ですね。やっぱり炎も風も水もねいろんなキャラで使われてるからね、ほんとパン寄せが高いと思います。近いうちにアクアビートとウェーブエフェクトも組みたいと思います。というかね早く3体並べたくなったわ。やっぱりねグランゾートとかワタルみたいな数集めてなんぼのロボットっていうのはねこれぐらいのお手軽さがいいな。はい、では次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。グランゾートのレビューもまだ見てない人は見てね。